並んでいるのは身近で買える植物。第一ヒントは食品。第二ヒントは海の。そう、答えは海藻類。干してあるが、これは出汁を取るのに使う昆布、滑藻類。湯通ししてあるが、味噌汁やサラダで身近なわかめも滑藻類。紙のようにすいた製品だけではない。海苔は香草類。色合いが独特で特有のとろみが出るふのりも香草類。酢の物にして食べることの多い南方系の海藻もずくは滑藻類。そしてこの乾燥されて黒い針金のようになった滑藻類が今日の一方の主役。もう一つは大きく色、形、質感を変えて食生活に浸透している香草類。今日は海中散歩を楽しみながらシーベジタブル、海藻の世界を案内する。黒潮を洗う千葉県房総半島。半島の先端に近い千倉の浜を訪ねた。時節は4月上旬。陸の種子植物は一斉に花盛りの頃である。大潮の日は潮が急速に引き始め、普通では海面下にある岩も姿を見せる。そしてさまざまな海藻が潮だまりに現れる。潮が引き切ると一斉に人々が磯に繰り出す。地元房州千倉漁業協同組合の組合員たちだ。この日は家庭料理の食材として馴染み深い海藻、ひじきの刈り取りである。ひじき畑とも思えるぐらいの豊富な資源量だが、全くの自然放置ではない。磯根の磯掃除して、今やってる雑草ですね、まあ他で言えば雑草をまた刈り取って流してやると、そういうような、管理をしております。養殖とは言えないが、自然のサイクルに合わせて生える場所の手入れはしっかりと行う。磯の生態系を把握した漁業が持続的な生産を支えてきた。ところでひじきとは一体どのような海藻なのだろうか。ひじきは波の洗う岩礁地帯の長管帯下に群生する滑藻類。本田原化で体を浮かせるための空気の入った気泡を持つ。気泡を浮き袋にひじきは海の中で体を立て波に揺られている。茎から円柱状の葉と小枝を出す。色は濃い緑色に褐色が加わった感じ。これは光合成を行うにあたって緑色の光を効果的に捉えるために赤い色素を含んでいるからだ。海藻の研究と漁業指導を行っている千葉県水産総合研究センターを訪ねた。潮が引いたり上げたりとするそういう干満のあるところがですね、ひじきのちょうど繁茂する場所に適しているという場所が千葉県には多いということなんですよね。刈り取り時期はだいたい3月から5月までですね。それとその時期に潮がたくさん引く、大潮と言われている時に刈り取ると。4月上旬は海水の温度もまだ低い。ところがひじきの繁茂は春。ライフサイクルはどうなっているのだろうか。冬からですね、春にかけて、よく成長します。
でそれがですね、春先にだいたい1メートルとか1メートル50センチぐらいに伸びますので、それが生体ですね。それをまあ皆さんが刈り取ると。でその後に刈り残しが出るとですね、夏頃には茎、台座を残してですね流れてしまうと。でその後に、流れたものから流れる前にですね胞子を出してですね、新しい芽が夏初夏に、出てくると。ライフサイクルをもう一度確認してみよう。生体から生じる雌雄の生殖機層から精子と卵が作られ受精する。受精卵から発芽体が生じ、幼体で冬を越して春再び生体として繁茂するのだ。春のひじきの刈り取り作業は容易だが、これが食卓に直行しているわけではない。ここは房州内倉漁業協同組合のひじき加工場。磯で採取されたひじきが山と積まれているが、集められたひじきは渋みを取るために巨大な釜で長時間蒸されるのだ。興味深いのは高温の蒸気を噴出するこの鉄の棒。釜が大きいので各所に次々と棒を移動していく。わかめと同様、熱を加えると緑に変わる。これはクロロフィルと一緒に含まれている色素が分解してクロロフィルの緑色が見えるから。釜に蓋をして終了。この後の作業は明日となる。こちらでは前の日に蒸したひじきを乾燥させている。地元では熱を通したひじきをそのままわかめのように食べる習慣もあるのだが、一般に流通しているひじきは乾燥し保存食として出回っている。大型の乾燥機から出てきたひじきは私たちに見慣れたもの。煮物にすればあの柔らかい食感が戻ってくる。この後は異物混入を防ぐために入念な検査を行い袋詰めする。製品は茎の部分を主体にしたものと葉や芽を主体にしたものの2つ、カルシウム、カリウム、リン、鉄分を多く含む健康に良い食品として近年評価が高まっている。5月下旬、水ぬるむ房総半島千倉の浜を再び訪ねた。磯の生物も活発に動き回る季節である。浜の一角では漁業者の奥さんたちが何かを天日干しする作業の真っ最中。これが海藻編第2の主人公テングサである。テングサの採取も大潮の日、場所もひじきと同じ。しかし長管帯といっても海面から露出しない深さである。テングサは膜砂とも呼ばれ、その色から分かるように紅藻類に属する。採取する人は水中メガネをつけ、潮の引いた大きな潮だまりを移動しながらテングサを探す。海底にはさまざまな海藻が繁茂しているが、テングサは色と形に特徴があるので作業はスムーズだ。テングサは針金を柔らかくしたような濃い紅色の細い枝が細かく分岐している。ひじきよりは多少深めのところに生えている海藻ということですね。女の海女さんがですねこれを信じて取るということで、非常に、漁業としては女の海女さんの漁業としては重要な産業ですよね。春先から夏場に成長しますんで、その時にやっぱり胞子を出してというような生活をしているようです。はい。天日干しの作業場を訪れると一面に敷き詰めた天草の色が変わっていた。天草は太陽の光で乾燥し水洗いすると
赤褐色の色素が脱色されて白っぽくなる。こうすると何年も保存が可能であり、その後の加工にもプラスとなる。白くなったテングサこそ私たちの食文化の名脇役。これから実験を兼ねてテングサからあるものを抽出する。沸騰した湯の中に水で戻したテングサを入れそのまま煮る。熱水で抽出されるのはテングサに含まれている高分子の多糖類、アガロースやアガロペクチンである。これがとある食品に化けるのだ。テングサが柔らかくなってきたら少量の酢を入れ、ドロドロになるまで煮て溶かしていく。多糖類のアガロースが抜けたテングサ、もうそろそろいいだろう。煮出した汁をこしてトレーなどに注いで冷やす。テングサに含まれるアガロースはゲル化しやすい、つまり固まりやすいので硬いゲルが得られる。またアガロペクチンは粘り強さを出してくれる。 2,3 時間経てばこの通り。トレーに注いだテングサの煮汁は見事に固まった。ここまでくれば食材の名前を思いついた人も多いだろう。水鉄砲のような、そう、ところてん付きから出てきたものは夏の涼を呼ぶ食材として人気のあるところてん。この透明感ある食材は香草類のテングサが原料だった。製品になったものしか見てませんから、元々がどういう葉っぱなのかね、色がどういう色してるのかって、元の、ね、海藻がどういうものなのかちょっとわからないかもしれないですね、はい、甘党に人気のミツマメの主役。近年はダイエット食としても評価の高い寒天も、当然元はテングサ。番組前半の主役ひじきの料理もお忘れなく。今後の課題を2人に聞いた。海藻類じゃ、まあ、私たちの海女さんたちで、まあ、藻場の造成といって、カジメが生えないような場所にはカジメの種苗をつけたものを投入したり、いろいろと取り組んでおります。黒頭というですね、付着性の海藻がくっつくんですよね。それがついてるとやはりちょっと黒っぽくなってしまってると。あとテングサの場合はですね、もともと赤いんですけれども、緑色に、まあ、色がついてしまうというようなところがですね、ちょっと今問題になっておりまして、まあ、それがどういう要因でついてくるのかというのは、ちょっとなかなか我々の研究サイドでもですね、ちょっと時間のかかる問題だと思います。海藻の食文化は魚類、貝類、甲殻類と並び、海洋国日本の誇る優れた水産資源の利用方法である。しかし食卓から海が遠くなり、私たちは海藻や海洋生物に対する知恵を失いつつある。環境と生物多様性を守りながら、房総半島の磯で長く行われてきた海藻採取に食卓から大きなエールを送りたいものである。